ゴットホルト・イ・フライム・レッシングは、ドイツの詩人、劇作家、思想家、批評家。ドイツ啓蒙思想の代表的な人物であり、フランス古典主義からの解放を目指し、ドイツ文学のその後のあり方を決めた人物である。その活動は、ゲーテやシラー、カント、ヤコービ、ハーマン、ヘルダ、メンデルス・ゾーンなど、当時のドイツ文学、思想に多大な影響を及ぼした。 西洋近代の天章説を最初に明記した人物と言われており、この天章思想は現代日本への影響も大きい。また彼の死後、文学、哲学界で、いわゆるスピノザ論争が起きた。ザックセン州の仮面ツという小さな町の聖職者の息子として生まれる。ライプツィヒ大学で医学と進学を学び、その後に著作、創作活動と共に様々な職を歴任。 まずは、ベルリントライプツヒトで、1748から1760年までには、著述家、編集者として働く。18歳にして、諸女作、若い学者を上演。1760から1765年には、タウウエンツイエン将軍の秘書として働き、後に、ドイツ国民劇場で、脚本家、指導者として働く。1766年の著書、 ラオコーンでギリシア美術を論じ、後の美術思想に大きな影響を及ぼすラオコーン論争を起こした。晩年には図書館の司書も務めた。この図書館司書在任中、知人の牧師、ゲーツェとドイツ文学史上屈指の激しい宗教論争を巻き起こし、代表作でもある賢者ナータンの上演のきっかけを作る。また、 生涯を通じて各地へ旅行をし、様々な見聞し、劇作、詩の下地を得る。1781年に隠し、ドイツにおいて劇作を専門職とした最初の人物でもあった。ありがとうございます。